皆さんこんにちは、声優の坂巻学です。皆さんこんにちは、声優の畑沙和子です。はい、ブームアップゲームズプレゼンツ、はい、今日から学ぶウォーブレ講座、うん、第2シーズン第2回のスタートです。あっという間の第2回目ですね。あっという間だね。あっという間でしたね。あっという間だよ。すぐ来ちゃいますね。第2回目ウォーブプレインズ、略してウォーブレは、タカラトミーさんとホビージャパンさんの協力タッグが送る超本格デジタルカードゲームです。はい、スマホに合わせた簡単なルールに、トレーディングカードゲームならではの奥深い戦略性、うん、耳で楽しむコンセプトに、最高のカードをイラスト、声、音楽で表現しており、手に汗握る対戦を盛り上げてくれます。はい、ということでね、はい、まあ、いつものオープニングから始まりましたけれども、はいはいはい、前回はね、10月7日土曜日に開催されたウォーブプレインズビクターに参加させていただいた時のエピソード、はい、ね、というのと、まあ、あとその時に使ったデッキをね、使って、まあ、おさらいというか、こういったデッキだったよっていうのを込めて、いろいろあったね。そうですね、まあ、あの坂巻さんのロマンデッキが、うん、進化を風大丈夫、進化を花粉症イエイ、まあ、進化をね、発揮しましたね、うん、めっちゃ発揮してたね、ロマンデッキの進化。もうこれぞロマンデッキっていう感じ。そうです、まあ、夢見がちなデッキ、ね、まあ、そんなロマンデッキのいいところを見たい方は、第1シーズンの第5回を見てくださいね。そうですね、振り返ってご覧ください。割とその時はね、いい感じに勝ってますんでね、うん、まあね、そういった流れで、はい、今後、はい、生放送チームとの交流試合を想定するならば、はい、我々もね、うん、ロマンばかり追いかけてはいられない、現実的にさらなるレベルアップを図る必要があるわけですよ。なるほど、この話したよね。しましたね、うん、まレベルアップをした暁には、うん、海外さん坂巻さんね何どうした急に、なんか古いね、ちょっと古いっていうかちょっとためらいました。ただ台本に書いてある、台本に書いてあるんですけど、本当だ、あえて私がやることで、うん、古いんだぞっていうことをねちょっと夏、二昔前ぐらい、ね、結構前だよね、うん、頑張ってレベルアップして、うん、坂巻さんのあだを返す、あだ違う、なんだっけ、なるほど、あの敵を取ってくる、敵を打つ、うんうんうん、はい、敵を取ってくる、敵を取ろうと思います、うん、そうだね、まずはね、新谷さんとか駒形さんの番組との対抗戦もあるんだけど、まずはね、特訓をして強くなって、前回ね、コテンパにやってくれたライダーさんに勝とう、今日はやってやりましょう、やってやろう、やってやろう。そもそもまだ対戦何も決まってないですか。決まってないそうか、決まってない。そもそもあのウォーブレ最果て営業所さんとの対戦も我々だけで盛り上がってる可能性があるあの向こうの方々はご存知ないっていう可能性もあるんです。ご存知ない一応この前のビクタンの時に、はい、闘志燃やしてますよってアピールはしといた。触ってました。どんな感じでした。あ、そうですかみたいな知られてるじゃないですか。そんな感じだった気がするけどね。まあ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 、うん、でも新谷さんとはね、こう知り合いでもあるわけだし。そうです、そうです、お世話になったこともあるので、ね、まあ、やっぱりこうお世話になった先輩にね、うん、私はこんなに大きくなったんだぞ。そうだよね、そういうとこ見せたいよね。そうです、成長見せたいんです。 うん、そのために特訓を今日は頑張っていきたいと思います。さあ、ということで、はい、これからね、具体的な特訓に入っていきたいと思うんですけれども、はい、今回特訓で使うデッキはですね、はい、生放送チームのお二人が番組内で実際に使用されていた最近のデッキをブームアップゲームズ編集部の協力を得て数パターンほど再現してみました。なるほど、うん、まあ、参考にやってみたってことですかね。そうだね。でも、まあ、坂巻さんはそれで負けた、うんまあまあまあ、いや、それはその時の使ってたデッキはね、じゃなくて今回は我々もそのデッキにちゃんと対抗しうるデッキで戦いますから。あ、なるほど、対策されてるってことですね。そう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 、なるほど。まあ実際ね、生放送チームのお二人は番組用に組まれたものか、そのデッキは定かじゃないんだけれども、はいはい、まあ、どういうデッキの回し方をしているのかっていうのをリサーチにはなると思うから、はいはい、仮想敵としてお二人っぽい感じでこう戦ってもらおうかなっていう、ね、特訓って感じがしてきますね。そうそうそう、はい、そうそう、ガチ特訓だからね。まあ、さわちゃん大丈夫、プレイングとかさ、はいはい、あのいろいろね、チナジーがあったりとかっていうデッキをちゃんとこれから使っていくんだけれども、はい、そういうのを覚えられる。まあ私結構覚えたりするのはね、あのダンスの振りとか。あ、そうなの。はい、歌詞とかやってましたから。あ、そうだよね。じゃあ覚えるの結構得意なんだ。頑張るぞっていう感じでね。じゃあその時あのやってたダンスの振りというのがあったの、例えば。
なエクササイズこれエクササイズイエイエイそんな歌あったそんな歌あった頑張るぞって気持ちは人一倍本当に、まあ、ちょっと不安を覚えましたけどねまあね、そんなさあちゃんの特訓を通じて、はい、視聴者の皆様もこうプレイングでねなんか参考になるところとかあとデッキ構築とかでね、はい、なんかこうあこんなカードはこういう使い方したら強いなっていうのがもしあればね参考になれば嬉しいですねはい、うん、負けないぞ負けないぞさて、はい、まずは第一戦目なんですけれども、うん、対戦相手は、まあ、先ほど申し上げましたように、はい、ブームアップゲームズ編集部のライターさんにご協力いただいてますサンドバッグ役ってことですねまあ前回サンドバッグにされたけどね俺がでもその人その人ねはいその人、はい、で今回使用していただくデッキは、はい、僕が先日のね賞金制大会のエキシビジョンマッチで深夜さんと対戦した時の、まあ、深夜さんが使われていたマグナデッキを用意してもらいました、はい、なるほどということは、うん、私が勝てば、うん深夜さんに勝ったということでよろしいでしょうかまあ間違っちゃいないかなほぼ勝ったほぼ勝ったそうですよ、うん、ほぼ勝ったにしとこう勝ったということでご本人にも言ってもいいってこといや言っちゃダメ正式に勝ったわけじゃないけど、うん、まあほぼ勝てるんじゃないかなっていう感じかなまあ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 わかりました、うん、深夜さんはちなみにマグナデッキのウイルス型だったねウイルスをこちらに押し付けてきてでちゃんと序盤から盤面を取ってテンポを取って戦っていくデッキだったね、まあ、前回のモンドとはちょっと違う勝ちの戦いになったってことですね、うん、坂巻さんがあそうだねそうだねそうだねなるほどそう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 じゃあ、でこちらのね、どのデッキをその深夜さんのマグナデッキに当てるのかというと、はい、シーズン1の第5回の時にさあちゃんにちょっと触ってもらった、はい、そうそうそうタオシンのデッキをベースにしてるんだけれども、はいまあ、マグナということで、でなおかつ深夜さんの使ってきた、まあ、ウイルス型、はい、ってことでやっぱこっちも最初からね盤面を取っていきたいわけよ、はいうん、遅いデッキよりもやっぱこっちもなるべく早く展開して確かにちょっと低コストのものが多いですもんねそうそうそう先に相手倒しちゃおうっていうコンセプト で、はい、でしかも、スペルを重視しちゃうとウイルスカードに弱くなっちゃうから、はあ、スペルをなるべく本当に必要最低限なものにして、まあ、盤面を取って早めに倒しちゃおうっていうコンセプトですねなるほど、うん、勝てますかね勝とう勝ちましょう勝とう勝とうやってやりましょうよ、うん、で相手に直接ダメージを与えるものもかなり豊富に入っているので、はい、リーサルは結構狙いやすいんじゃないかなと思ってます、まあ、長引くと不利になりやすいので、うん、サクサクサクっとそうだね分かりやすいデッキにはなっていると思います、はい、だからまずはさあちゃんにもちょっとゆかりのあるこのデッキを使ってマグナと対戦していきましょうはい頑張ります、うん、じゃあ例のやつやりますかあ覚えてる覚えてますよ 3-2-1 アクセスねはいいいできるね3からですよね3から3からやるんですよねいくよせーの 3-2-1 アクセスさあいよいよ第1回戦目始まりますよええ、もう高橋さんをね、うん、倒してやりますよそうだね仮想高橋さんをねん高橋さん仮想仮想そこまでやってるのは深夜さんじゃないからえ深夜さんじゃないいないよいたら挨拶するでしょ確かにさあこちらの先行ということで倒しのデッキはね早くから動けるのでこの場合はいやアパッチは残してて空心だけ返しちゃってでまあいいかないいですか、うん、じゃあ行きますお、何が？あー、ちょっと重みが先手必勝か、そうだねあ、ただメモリーカーブ的にはそうだね、2、3、4といけるからまあここはターンエンドだはい物申し物申し、うん、なんか嫌な予感がそう、それウイルス持ってるんだよね嫌ですねそうそう1ターン目から出せるまあそうだそうだね、ユイユを出してはい、ユイユを出しますニーハーで、ターンエンドなるほど復活するってことなんですかねそうだね、ただソウルが2ないと復活できないのであー、じゃあまだダメそうそう、そうだね、まだまたウイルスがまだまだなるほど、しっかりと除去していくウイルスショットが厄介なんだよねまあメモリーそうだねメモリーを増やして
こはね、まあ、ウイルスショットでまたやられちゃう可能性あるんだけど、どうしようかな。まあ消去ウイルスウイルスっていうのもなくはないんだよね。そうですね、まあやられた時のこと考えると、あとこれで、相手をダメージ？ダメージ、相手のダメージはまあそこまで重要視しなくてもいいかな、とりあえずは。ウイルスを切りたい、非常に切りたい。そうだね。消去ウイルスウイルスでいこうか。はい。消去ウイルスウイルス。ウイルスで、ターンエンド、はい、はい、私ウイルスなくなるとホッとしますね。そう、また来るんだけどね。あのこっちがウイルス持ってると有効に働くカードを結構持ってるんだよね、相手は。あー、そう。でも早め早めに処分したい。そうだね、早め早めに処分したい。さあ、ここはメモリーだね。メモリー選択して、ここはそのウイルスを消費して、はい、さらに、3メモリーのユニットを出したい。で、とりあえず、そうだね、アパッチから出していこう。はい。で、その1点は、ウエスタンに当てていく。ですね。さらばだ、ウエスタン。でもまだ、その、シャドウのウイルスがいるんだけどね。ブーイン。ですね。うん、とりあえずターンエンド。はい。めんどくさいですね。そうなんだよね。流行ってるんですか、ウイルスも。いやでも今の環境そこまでいるってわけじゃないんだけど、深夜さんがお好き。そうだね、で深夜さんは多分自分でやってらっしゃるゲームチェンジャーも入ってるんだよ。あ、それで、それだね、はい、それでドラゴンがいる場合ユニットに3ダメージ与えられるので、それで勝負しよう。はい、これやからそうだね。あ、いいですね、はい、あ、すっきりしましたね。すっきりしてきたね。私の手札もちょっとスッキリしちゃいましたけど、まあ、次からでもドローンに回せるので、ドローンに回してもいいので。もうそうですね、ここちょっとあれはね、差し押さえて多分スペルを無効化にするやつだと思うんだよね。あ、だから早めに使っといた方がよかった。 あ、そうだね、ここからはちょっと考えるよ。ここからはハンドでいいかな。ハンドで、ハンドで何が来るかな。あ、マンダリンには悪くない悪くない。ほうほう。そしたら、そうだね、マンダリンヤで右のウイルス持ちを、はい、まず、倒そう、はい、準備はいいで、はい、で、そのウイルスも来るんだけど、そのウイルスも使おう。これを使う、使う、はい、で、ここで、それは、本体に、はい、いいでしょう。じゃあこれでターンエンド。それでこうウイルスを持ってない状態、少しでも少ない状態にしておきたいね。はい。みなぎってきたわ。これ深夜さんのやつじゃないか。ってことは強い。そうだね、それね、いると、ここはどうしようかな。メモリーだね、メモリー。メモリーで、はい。じゃあこれ倒しちゃわないといけない。それね、なんだけど相手のソウルが5つ以上あると、このユニットのダメージ食らわないんだよね。このユニットのダメージ食らわなくてソウルが減っていくっていう形になるんだよね。そうそうそう。だからまずは、ウイルスをまず使おう。はい、これを処分。で、とにかくウイルスをなくしていく。で、そしたら、空心を出そう。空心、はい、出します。空心を出して、空心は、本体かな。本体に行きます。本体に。で、それを使う。これを使う。それを右に、使う、使う。で、右に、右に。赤ずきに。で、打ち消される。打ち消されて、で、まあ、1枚引くと。で、これとこれは本体。これとこれは本体。はい。調子はどうだ。で、1個残ってる。これも出す。これも出す。これ出す。出す。で、ターンエンド。ターンエンド。危ない危ない。間に合ったんですか今の。間に合った。ギリギリ間に合った。いやーちょっと厄介だね。またゲームチェンジャーだね。なんでそんなにたくさん。全員逮捕。これディアマンテっていう相手のステータスを
もう全部2-2に変えちゃうんでね。あらら。でさらに自分が、あ、ここはモルドバ州で取ってたね、ここはメモリーかな、メモリーでいこう。はい、まずウルゴバ州でディアマンテ、そうだね、一番右で、それ出た時に3点ダメージ与えられるのでディアマンテに。あ、じゃあこれで処分しないと。ディアマンテを処分して、ここまでか。そうだね、ユーユーを出す。出す。はい。で、ここで忘れないうちにソウルバースト使おう。これね、一番レベル高いやつが蘇るんだけど、マンダリニアンがやられちゃうとそれが蘇っちゃうから、うん、今だったらいいですか、うん、使います。アパッチが、多分アパッチが来るかな。誰だ呼んだ、うん、こうやって使って、で左のこれで、マンダリニアンで、そう、それアタック。調子はどうだ、はい、で、これ本体で、そうだね、あ、それはまだ出たばっかりだから、はい、じゃあこれで大変の、うん、あー、ゲーム中じゃいなくなった、よかったね。なるほど、そこ復活、それがあるんですね。うん、あ、でも意外といいじゃん。いや、またゲームチェンジャーだよ。何枚出るんですか、ね、確率で。あー、しかもアパッチ奪われたし。いや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 、これね、50% 確率で相手のユニットを奪うっていうゲームチェンジャーなんだよね。いや、これひどいね。そしたら、まあここはドローかな。ドロー、はい、お、うん、ただまずはここは、ロイド、整備士ロイドで、はい、機械族を、プラス1プラスできるので、左のウルゴバ州をどうしたんだ、はい、そして、いや、これそうだね、クイックを出そう、アピス、はい、うん、これでそれ1点与えられるから、それでアパッチを取ろう、自分の出した一番右のこれですね、うん、これをウルゴバ州とアパッチで、うん、これと一番左のウルゴバ州やだな、で、うん、で、はい、ウリスを消費、消費で、自走する重火器、これですね、そうだね、これを出す、それを出す、で、ゆうゆうで右のウイルス持ちを倒す、はい、あ、でも、じゃあこれターンエンド、そうだね、いや、かなりきついな、ゲームチェンジャー3連発だよ、こんなあります。うん、いっぱい入れてるってことですかね。そうだね、多分3枚入ってるかな、じゃあもうこれで終わりは終わりかもしんないね。こっちもスペルしかないのがちょっと辛いね。で、ハンドだね、ハンドを選択して、あ、マンダリニアはいいね、マンダリニアでとりあえず左のアラディア、これですね、アラディア、うん、準備はいいか、アラディアじゃない、アラディア、あ、じゃねえ、なんだっけ、名前出てこない、消えちゃった、これもゲームチェンジャーだね。まあ、とにかくウイルスカードの枚数、あ、ウイルスショット、はいはい、やっぱりね、使ってくるよね。うー、だいぶ回復されちゃいましたね、うん、怖い怖い。ここはメモリーかな、メモリーで、はい、うん、そうだね、先手主張は絶対使いたいから、はい、まずウイルス、うん、ウイルスを消費して、ウイルスを消費して、先手必勝で、ユニット1体にダメージを与える、はい、で右の、右を、はい、いいですね、うん、でキリンでそれを取ろう、よく倒す、うん、はい、で竜の子も出す、はい、で耐える、でも回復されたの辛いですね。なんか早い敵と言いながらもじりじりと長い。いや、てかゲームチェンジャー4連発だよ。一
きが良すぎませんか。うん、だいぶきついね。なんかここ確実に、まあフォアハンドね、ボードを振って、そしたらまず先手必勝からだね。先手必勝で鍵鉄を倒そう。インクと1体のダメージを与える。よし、で、シルビア、シルビア、うん、出すを、右の効果で出していって、で、ここでオーバーヒートを使う。ここは倒さない、いきますよ、うん、シルビアを出す。そうそうそう、で、右だね。でも右、うん、あ、これで攻撃できたくないんですね。ガーディアンで、ここは通さない。ターンで、いこう。で、ターン、あー、しのぎましたね。とりあえずはね。ただもうメモリーも今4しかないし、ハンドもかなり負けてるからきつい状態には変わりないんだけどね。なるほど。なんなのよ、あんた。厄介なイムットが並ぶね。あー、悪くないね。ガンミートを出して、はい、シルビアを強化して、はい、俺に任せない。うん、で、まあ右のやつを取るしかないね。でもこれはもう、うん、そうだね。せーの、あとウイルスとキリンだね。ウイルスを出してキリンを出す。で、タイム、はい、まあ、ただこれはもう負けだね、うん、もうガーディアンで、ライフが2だから。そうですね、ガーディアンやられて終わり。ここも投了しろよって電波障害来ないか、電波障害今このタイミングで、うん、雷落ちないかな。いやー、こうゲームチェンジャー連発がきつすぎるね。相手の引きがかなり良かったってことですかね。てか、あの人変えない対戦相手のあの人。まあまあ、いい勝負、拮抗してたはしてたんだけど、やっぱゲームチェンジャーだな、アパッチ取られたのが相当きつかったね。そうですね、あそこで持ってくかみたいな。いや、でもいい戦いでしたね。はい、というわけで、初特訓、倒しんデッキでね、仮想深夜さんの、マグナデッキと特訓、大丈夫？私勝てるんですかね。あ、おい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 、いやいや、でもね、やっぱりあの編集さんも BP かなり溜まってたでしょ。はい、だから相当やってらっしゃるはやっしゃるから。なるほど。まあ、ランクマッチもそうなんだけど、あのこのデッキを結構ね、あのランクマッチとか、あとフリー対戦で結構調整してたのよ。あ、そうで、あとそう、あのもう一個実はもう用意しちゃったんだけど、はい、そう、それを合わせて調整したんだけど、うん、やっぱりまあしょうがないね、しょうがないとこもあるね。運に見放されたということですね。でもね、運も悪かったわけじゃないんだけどね、悪かったわけじゃないんだけど、いろんなものが相手が強かった、ちょっとずつこう噛み合わなかったって感じ、ね、うん、そうだね。でゲームチェンジャーがもう何より痛かったね。あんま出てきます普通。まあ、うん、引いてれば出てくるかな。ソウルバーストしたアパッチを取られちゃったからね、完全な状態で。あれがちょっと不運でしたね。4-3、あれはかなりきついね。アパさんカード出すと結構スムーズなやつなんで、うん、僕の回があった。あ、本当ですか。確かにちょっとカードを覚えてきて、前はこうどれを出せばいいんだろうみたいなのがそうだ、ね、あったんですけど、うんうんうん、覚えてきた分、ああこれのことだなっていうのが分かるようになってきたかな。あ、大事だ ね、 ね、動きがスムーズにこうできるようになれば、うんうん、どんどんプレイングが上手くなっていくと思います。どんどん強くなっていけるということですね。そうだね、うん、うん。で、そんなこれから強くなってほしいサーちゃんにぜひ活用してもらいたいサイトがありまして、はい、まあ、おなじみの公認攻略サイトになってしまうんですが、はい、War of Brains Now、うん、聞いたことあるよね。あります。あるよね。あります。そう、今回あれやらないんですか。ん、ワオーみたいな。これね、今回ね、書いてない。でも、これでも一応そういうことなのかな、これ。そういう流れなのかな。このオーブブレインズナウをチェックしてみてくれ。このサイトにはデッキ投稿機能があって、腕自慢のプレイヤーたちがさまざまなバリエーションのデッキを投稿してくれているぞ。まあ素敵。
敵。自分でデッキを作ってみてもいいし、イメージトレーニングにも最適ね。そういうことだね。 URL は動画説明文に掲載してあるぞ。みんなチャンネル登録もお忘れなく。こんな感じでいいのかな。これ次のページの一緒に言います。あ、本当だ。せーの、 Don't miss it。 アメリカンじゃなくなってる。ちょっとだいぶね、無理やり感はありますけれども、ね、そうだね。これは何ですか。そろそろこうちょっと変えようかなって感じですか。今日から学ぶウォーブレコード第、2シーズン第2回ということでね、さあちゃんのパワーアップも見られたということで、まあこれからね、はい、パワーアップして今度勝ちの実感をつかもう。そうですね、うん、勝ったところを皆さんにお見せしたい。そう、勝ちの実感をつかめば、うん、どんどん勝てるようになると思うから。やっぱり勝たないと楽しくないですかね。結局ね、そうだよね、うん、だからそこをつかんでさあちゃんにはいい意味で調子に乗っていってほしいということで、ご視聴ありがとうございました。これからもウォーブブレインズをよろしくお願いします。